蓮舫、立憲民主党から脱出を検討か、都知事選に立候補も。トースポによりますと、立憲民主党の蓮舫さんが、参院選にて、来年の都知事選挙の時に、応援よろしくねと発言をしていたことが明らかになりました。こちら、立憲民主党の議員の証言なんですが、 今回の参院選では立憲民主党は前回の衆院選と比べ30%の支持を失ったことが確認されております。こういった中で蓮舫さんが立憲民主党に見切りをつけ、脱出して都知事になろうとしている可能性があるんですが、東京に住む有権者の皆様、 これ以上、おかしな人物を都知事として選ばないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。